おしゃぶり。こちらです。いや、やんないからね、ずっとチョコチョコしてるんでしょ、うん、してます。でも、嫌なんですって。沼を食べます。ん、まあ、まだ決まってないの。では今から私がいつも食べてる沼を食べます。はい、こちらです。おなじみの沼。こちらが今日の沼です。はい、危ない。いつも塩だけなんだけど、今日は胡椒も入れてみました。で、あといちご。何の動画にしよう、これ。めちゃくちゃ多く見えるけど、玄米1合分しかなくて、意外と少ないんです、カロリーが。なんか水分を含ませるといいらしい。何、その食べ物に満腹感があって、だからいっぱい水入れて、ほぼ水、あれ1日じゃ食べれないって思うけど、朝意外となくなっちゃうんだよ。やっぱり夜になるとちょっとお腹すく。これみんなが見た目はすごいすごいまずそうだけど、すごい美味しいって言うから、美味しいって思って食べてみたらあんまり美味しくなかった。なんか見た目の割に美味しいっていう意味で、みんなすごい美味しいって言ってたけど、ダイエットの食べ物だなっていう感じ。でも満腹感はめちゃくちゃある。で、味変もねできるんだけど、カレー粉とかいろいろ買ったんだけど、やっぱ塩が好きです、私は。やっぱみんなに宣言すると違いますね、やる気が。本当に少しずつ下がってるんですよ、体重が。少しずつちょ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 みたいな感じで、ちょっとずつ。だいたい朝ごはんはこれを2杯で、お昼は3杯か4杯くらいで、夜 2、3杯で終わる。まあ1杯目終わりました。2杯目、もう1回塩コショウにしました。これだけじゃなくて、野菜とか果物もちょっとずつ食べてます、朝に。あとちょっとしたおやつも食べちゃう。でもそれと、この1合だけ。ママが来てくれるとこういう風にゆっくりさ、ご飯も食べれるしさ、ゆっくりお風呂も入れるし、何でもできるから。でもさ、この動画で言おうかな。で、これ編集してもすぐ出しちゃう、あさってとかに。もうなんか順番がバラバラになっちゃってさ、全てが狂った。難しいな、この説明するのが。動画がさ、どん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 溜まってっちゃうんですよ。この1個あげれないやつがあって、
撮った日順に出したかったんだけど、一番最初の動画がまだ出せないということで、もう名前の発表をしちゃいたいと思います。よし、じゃあこの子の名前を発表します。名前ははるくんです。よろしく、よろしく。発表する動画はね、前に撮ったんだけど、ちょっとまだ出せないということになってしまったので、もう早くみんなに伝えたいから、これが多分一番最近撮った動画なんだけど、これをもう先に一番最初に出しちゃいます。だからきっと後から出される動画見て、はい、もう知ってるんだけどみたいな、名前知ってるんだけどってなるかもしれないけど、早く言いたかったってことで、はるくんです。じゃあねー。どうしたんだい。よし、編集できたらもうすぐ出すって感じにします。早く暖かくなるといいね。そうだね、お出かけしたいな。今出かけてもさ、心配しちゃうじゃん、寒いからさ、そんな長くいられないなとか。今日は暖かい。ほんと14度。え、そうなの。どうだろう。じゃあね、最後まで見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、インスタのフォローお願いします。バイバーイ。で、名前がさっきはるくんって言ったじゃないですか。で、私の旦那さんははるちゃんって言ってるんですね。だから分かりづらいかもしれないけど、はるちゃんとはるくんです。はるちゃんはあだ名がはるちゃん。本当ははるちゃんは下の名前がはるっていう名前じゃなくて、そのあだ名がはるちゃんっていう名前なんです。はるくんはもう本当になんとかはるっていうはるです。はるくんです。だからとりあえずはるちゃんとはるくんですってこと。ちゃんとくんの違いだけだよね。だからそんな感じです。よろしくお願いします。よし、いいだろう。